なんかスピーチが。オノ君のあれにね、オノ君のね影響でですね、かなり持続されてます。彼が入ってきてからうちのクラブもかなり変わりまして、おかしくなってる。いや、そういう目で見られてるところもかなりあります。ね、マイク、マイク、ありがとうございます。さすがに。で、やっぱりね、最初言われるように、うちのクラブもやっぱり名誉欲だけで来てる人が本当に多いんですよ。多いです。で、アップをしようと思ってもね、銭出したらいいやないかとか、でこんなやらなくていいやないかとか、こういうことを言う人がいっぱいおるんですけども、体を使って頭を使ってとにかく動き回ろうということでやり始めたのが彼なんですけども、彼はちょっと早すぎるんですよ。そうです、僕のテンポについていけれないついていけれないんだけども、彼の考え方とそれからなんとか理解しようと思って電話をするとね、僕の携帯の電池がなくなるんですよ。長話で、長話で、あっちもよく電池切れてるよ。でしょ、あっち切れてる、でお互い家へ帰ってその電話をしようと思うと、まず飯が食えない、でうちの嫁さんが怒るんですよ。いつまで喋ってる、暑い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 、ええ、そうなんですよ。ずーっと喋ってずーっと喋って、どこの誰なんやね、そう言って言われてます。で、最近はオノミっていう名前はダサいのにしてます。申し訳ございません。で、今回もですね、ちょっとスポットライトを、亀の剣もすごく感動しました、理解しました、今なんとかせないかと、変にクラブにドネーションするくらいならば、お金持ってきた方がいい。おで、はい、僕すぐ銀行へ走りました。もうありがり全部はたいた。いや、そうじゃなくて、一仮面ですね。まず小さなことも落とすと、いつもニコニコ元気いっぱい、これを手がけてますけども、心がけてますけども、で今回もまた、その運動靴のことで、上靴ですね、これをやろうということで、実は彼の人間がまた教育長のところまで来ちゃったわけですよ。で、他の人が、ちょっと待てっていう話になったんですけども。もう火がついたらダメでしょ、もうロケット発射ですから、もういけ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 ということで、こういうのが集まってきたらすごい数、上口を僕は見せてあげたかった、匂いの良さ、匂い、みんなに分け与えたい、おっさんの頃からもっと進んじゃうよな、ね、それでもね、標準に分けてということで分けたんですけども、そのタバコ吸いじゃないですけども、靴の匂いがすごく大衆に染み込むんですよ。で、そのテントの中でやってますから余計なんですね。で、後からもね、黒いマジで黒で匂いだけ流しまして、でそれでもそれから飲みましたから、結局帰ったのは御殿様でした。そんなことで、今回ここへ、靴を持っていた来ていただきまして、本当に皆様ありがとうございました。クラブとして一つのメインのお風呂に行ったので、クラブを代表してね、そうです、まだ明日配りますんで、そうですね、よろしくお願いします。はい、どうも、あ、それは大丈夫です、頑張って配りますんで、で、また来年やりましたら、また来年も一つよろしくお願いします。来年も来るの。いや、どうしたって、そういうか、ことは今日は来年も3年もあるんだよ。あ、なるほど、なるほど、はい、で、
首根っこ捕まえて、誰か連れてきますか。容疑に奪いです。ただね、仙台あまり知らないから、やっぱり橋本さんを連れてこんとダメだから、よろしくお願いします。この3日間、同級生の休みね。同級生の休みだ。もうよろしいですか。これ肩がなくなるよ。何にもないんだ。すごいこれ。クローバーのいい挨拶してくれたね。本当にありがとうございました。いやー、割と律儀だね。これいつもずっと持って、律儀だ。子供ついてるから面白い。なるほどね。高島の誕生日は作ってきた太陽。これよ。すいません、ビデオお願いします。あの雨乗ってきてください。高島さんです。何やってんですか。雨すごいですよ。雨お願いします。大雨です。